さてと、帰ってきました。疲れたけど、寒い、とにかく寒い。もうなんて言ったって寒いよ、もう。恒例の買い物チェック。まずは今日の夕ご飯は、スウェーデンでアメリカのバーガーキングが食べられるとは思いませんでした。バーガーキングを買ってきました。じゃん。結構ね、でかい。あったかいし。で、駅の中で面白いもの見つけた。なんだかわかるかな。ほら、海賊だよね、これ。なんだっけ、ビッケってあったような気がしたんだけど、あれが被るようなやつです。で、スウェーデン柄で、これもう一つ、あの人形、スウェーデンカラーのマフラーをしたトナカイさん。こっちはトナカイ有名だからね。レイレイにお土産だな。ということで、ちょっとご飯にしようかね。ご飯です。よいしょ。ダブルワッパーとかより、うわ、重すぎだよこれ。見えるかしら。でっけー。さすがバーガーキング。でーんと、こんな感じで。うわ。すげえ。バーガーキング久しぶりに食うよ、これ。いつ以来かな。いいね、これ。でかっ。でっけー。どうやって切ったらいいんだろうね。ハンバーグがこんがり焼けてて、うまい。これはうまい。食べるのも大変。いいな。みんなチリしちゃう、これ。ということで、これがね、いくらかというと、こういう感じですな。いくらだったんだ。なんかよくわかんないんだな、スウェーデン。あれ、もらわなかったかな。レシート。
6って書いてあったんだよね。多分6って書いてあったんで9で割れてた。6、56、5ユーロくらいちょっとね。5ユーロってことは大体600円前後か。まあそんな感じになります。それでは。